今回のプレゼントはこちら、バリ島ペア航空券を一組様にプレゼント。応募方法は動画の後半に出てくるから最後までチェックしてね。サマーズとミスマリンちゃんのプレゼントが当たるドキドキ蜜月内緒クイズ。チーム分けはご覧の通り、罰ゲームをかけてクイズスタート。本日の内緒クイズはこちら。今回バリをリポートしてくれたイチャちゃん、ペニダ島ではシュノーケリングをやってくれたんだけど、放送ではこのワンカットしかイチャちゃんが泳いでいる映像は使われませんでした、うん、それは一体なぜでしょう。はい、ということでイチャさんの泳いでいる映像がワンカットしか使われなかったのは一体なぜでしょうか。はい、あ、おちゃん早かったですね、はい、アミちゃん水着がずれちゃった。どういうことですか。んポロリしちゃった、うん、正解。早い、早い、正解は水着がずれてポロリしてしまったからでした。ポロリに気づいたカメラマンは一回撮影を止め、ジェスチャーで水着を直すように指示。しかしうまく伝わらずそのまま撮影、目いっぱい引いて撮影したり、出てますか、背後からの撮影、潜って下から撮り、逆光でポロリを見えなくするなどの工夫をしたんだって。ということでアンジェロ・アミチームの勝利。三村・チェルシーチームは罰ゲーム決定。今回もこちらのパチンコ台を使って罰ゲームを決めちゃいます。それでは罰ゲームチャレンジスタート。スタート。そう、好きだね、言うの。いや、やれよ。お願いします。言うはいいね。いらっしゃいませ。東京タワー、はい、来た。果たして今回の罰ゲームは、うん、ないのかな。出ました、はい、出ました。ということで罰ゲームはエビボンベイ。それでは罰ゲーム執行。はい、うん、匂いが来た来た。せーの。うわ、ちょっと待って、マジで口に入れる、口に入れる。じゃあこの、じゃあバリでいいですから、パクッとしてゲロ、ゲロ出ちゃうから加えて、加えて5秒ね。お、いっとね、せーの、はい、はい、あーぐっせーよー。閉じて3秒ね。無理、はい、せーの、はい、はい、おやもういいよお前も。それではプレゼントの応募方法をお伝えします。今週の罰ゲームは何だったのかを明記の上ホームページからご応募ください。以上、サマーズとミスマリンちゃんのプレゼントが当たるドキドキ蜜月内緒クイズでした。